ホットペッパービューティーに掲載しているのに集客できないというサロン経営者さん必見です。ホットペッパーに頼らず集客する方法があるんです。女性の方なら一度は開いたことがあるんじゃないでしょうか。ホットペッパービューティー、ヘアサロン、エステサロン、リラクゼーション、ネイル、まつげ、メイク、着付けと美容系最大のポータルサイトで、ヘアサロンは5万6000店舗、エステやリラクゼーションサロンは8万1000店舗以上が掲載されています。たくさんの店舗が載っているからたくさんの人が見ているんだけど、たくさんの店舗があるから競合に埋もれて見つけてもらえていない店舗さんも多いと聞いています。おびただしい競合の中で見つけてもらうためにホットペッパービューティーの中で広告をかけてみたり、ブログを毎日書き、はたまたインスタやった方がいいと言われてインスタをやって、アメブロがいいと言われてアメブロをやってみたり、 LINE でクーポンを配るといいと言われて LINE 始めたけど、そもそも LINE への登録がない、集客するためにやることばっかり増えて、本来の自分のスキルや技術の研究に費やす時間がないという本末転倒な事態になってないでしょうか。今日はホットペッパービューティーで集客できないお悩みのサロンオーナー様へ、ある集客方法でホットペッパービューティーや SNS から脱却し、コンスタントに集客できている方の成功事例をご紹介します。集まる集客 PR 動画ディレクターの永田です。このチャンネルでは起業家の皆さんが集める集客を集まる集客にガチャリと切り替えるためのお役立ち情報を発信していきます。有料級のコンテンツを盛りだくさんにお届けしていますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。またこの動画を最後までご覧になった方だけに特別にお送りする電子書籍のプレゼントがあります。最後までどうぞお見逃しなく。集まる集客にガチャリ。ホットペッパービューティーで集客できないとお悩みのサロンオーナー様に今日ご紹介したいのは、ズバリ YouTube 広告です。こちらは集まる集客チームアクティブの脳科学メンタルカウンセリング藪崎恵子さんの YouTube チャンネルです。まずはこちらの動画をご覧ください。深く考えすぎる性格を直したいって思うことありませんか？実は深く考える性格を改善するんじゃなくて、その性格を生かして悩む時間がゼロになって、次々とアイデアが浮かんで自然に行動ができるようになった、そんな方法についてお話しします。考えすぎる性格を改善したい人が忘れてはいけない心が軽くなる2大ポイントというタイトルの6分弱の動画です。冒頭で誰のどんなお悩みを解決するのか、誰、深く考えすぎる性格を直したい人、解決策、実は深く考える性格を改善するんじゃなくてその性格を生かして悩む時間がゼロになって次々とアイデアが浮かんで自然と行動ができるようになる、というのが冒頭にしっかり表現されていますよね。 YouTube に投稿するのは料金は必要ありません。またご覧いただくと分かりますが、バーチャル背景でブリューの生成画像を時々差し込む手法で、撮影スタジオを借りたり難しい編集技術も必要ありませんが、この動画を投稿したら新規お客様リストが9件、新規お申し込みが1件入ってきたそうです。 YouTube というと有名 YouTuber のような凝った企画、演出、編集が必要だと思っている方も多いと思いますが、視聴者、お悩みをお持ちの方が必要なのはそこではありません。情報です。藪崎さんのように YouTube に週1回ペースで投稿していき、そこで反応が良かった動画に対して広告をかけ、本来来ていただきたいお客様、このエリアにお住まいの方など狙い撃ちをしながら発信していくのです。インスタやアメブロもいいんですが、あなたが求めている本来来ていただきたいお客様じゃない方に情報が届いてもしょうがないですよね。もちろん YouTube の投稿はあなたの資産、アーカイブになりますから、あなたのお客様へのラブレター、お客様のお悩み解決大辞典にしていき、必要なお客様は検索からあなたの動画と出会い、そしてお客様になっていくという流れになります。集まる集客にガチャリ。いかがだったでしょうか。ホットペッパービューティーで集客できない、競合の中で埋もれている、インスタや LINE、アメブロもやって完全に疲弊しているサロンオーナー様へ、無料で使える YouTube に
あなたの教えを届けるお客様へのラブレターを作り、積み上げていきながら、反応が良かった動画に広告をかけて、本来来ていただきたいお客様を狙い撃ちするというお話でした。今日ご紹介した藪崎恵子さんが新規のお客様リスト9件獲得した動画の台本を解説と一緒に電子書籍にしてプレゼントします。電子書籍は概要欄からお受け取りください。集まる集客総研ではこれからも集める集客を集まる集客にパコリと切り替えるためのお役立ち情報を発信していきます。今回の動画が参考になった方はぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いいたします。では集まる集客総研、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 集まる集客総研。